拳銃公演に宮沢賢治朗読鈴木泰治。拳銃はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした。雨の中の青い藪を見ては喜んで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけていく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせました。けれどもあんまり子供らが拳銃をバカにして笑うものですから、拳銃はだんだん笑わないふりをするようになりました。風がどうと吹いてブナの葉がチラチラ光るときなどは、拳銃はもう嬉しくて一人でに笑えて仕方ないのを無理やり大きく口を開き、はあはあ息だけついてごまかしながら、いつまでもそのブナの木を見上げて立っているのでした。時にはその大きく開いた口の横脇をさもかゆいようなふりをして指でこすりながら、はあはあ息だけで笑いました。なるほど、遠くから見ると拳銃は口の横脇をかいているか、あるいはあくびでもしているかのように見えましたが、近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし、唇がピクピク動いているのも見えましたから、子供らはやっぱりそれもバカにして笑いました。おっかさんに言いつけられると拳銃は水を500杯でも汲みました。1日1杯畑の草も取りました。けれども拳銃のおっかさんもお父さんもあんまりそんなことを拳銃に言いつけようとはしませんでした。さて、拳銃の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原がまだ畑にならないで残っていました。ある年、山がまだ雪で真っ白く、野原には新しい草も芽を出さない時、拳銃はいきなり田打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いました。おっか、おらさっすぐ苗の100本買っていけろ。拳銃のおっかさんはキラキラの三本グワを動かすのをやめて、じっと拳銃の顔を見て言いました。すぐなえ700度、どうこそおめらい家の後ろの野原さ。その時拳銃の兄さんが言いました。拳銃、あそこはすぎ上でも大柄でところだ。それより少したーでもですけど。拳銃は決まり悪そうにもじもじして下を向いてしまいました。すると拳銃のお父さんが向こうで汗を拭きながら体を伸ばして、買ってやれ買ってやれ、拳銃は今まで何一つだって頼んだこと願ったもの、買ってやれと言いましたので、拳銃のお母さんも安心したように笑いました。拳銃はまるで喜んですぐにまっすぐに家の方へ走りました。そして納屋から豆腐を持ち出して、ポクリポクリと芝を起こして杉苗を植える穴を掘り始めました。拳銃の兄さんが後を追ってきてそれを見て言いました。拳銃、杉を植えるときほらねばわかねえんだじゃ、明日まで待て、俺苗買ってきてやるから。拳銃は決まり悪そうに桑を置きました。次の日、空はよく晴れて山の雪は真っ白に光り、ひばりは高く高く登ってチーチクチーチクやりました。そして拳銃はまるでこらえきれないようにニコニコ笑って、兄さんに教えられたように今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました。実にまっすぐに、実に感覚正しくそれを掘ったのでした。拳銃の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えていきました。その時、野原の北側に畑を持っている平次がキセルをくわえて懐で押して寒そうに肩をすぼめてやってきました。平次は百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。平次は拳銃に言いました。やい拳銃、ここさすり植えるなんてやっぱりバカだな。第一、オラの畑は日陰にならな。
源氏は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。すると源氏の兄さんが、えいさん、おはようございますと言って向こうに立ち上がりましたので、平次はブツブツ言いながら、またのっそりと向こうへ行ってしまいました。その芝原へ杉を植えることを笑った者は、決して平次だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでもない。そこは固い粘土なんだ。やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は5年までは緑色の芯がまっすぐに空の方へ伸びていきましたが、もうそれからはだんだん頭が丸く変わって、7年目も8年目もやっぱり丈が9尺ぐらいでした。ある朝、賢獣が林の前に立っていますと、一人の百姓が冗談に言いました。おい賢獣、あの杉は枝打ちすねえのか。枝打ちっていうのはなんで。枝打ちつのは下の方の枝、山形まで落とすのさ。おらも枝打ちするべがな。賢獣は走って行って山形を持ってきました。そして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めました。ところがただ9尺の杉ですから、賢獣は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした。夕方になった時はどの木も上の方の枝をただ 3,4 本ぐらいずつ残して、あとはすっかり払い落とされていました。濃い緑色の枝は一面にした草を埋め、その小さな林は明るくガランとなってしまいました。源氏はいっぺんにあんまりガランとなったので、なんだか気持ちが悪くて胸が痛いように思いました。そこへちょうど源氏の兄さんが畑から帰ってやってきましたが、林を見て思わず笑いました。そしてぼんやり立っている源氏に機嫌よく言いました。おー、ええな、集めで。いい炊き物、うーんと出来だ。林も立派になったな。そこで賢獣もやっと安心して、兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって落とした枝をすっかり集めました。下草は短くて綺麗で、まるで仙人たちが碁でも打つところのように見えました。ところが次の日、賢獣は納屋で虫食い豆を拾っていましたら、林の方でそれはそれは大騒ぎが聞こえました。あっちでもこっちでも号令をかける声、ラッパの真似、足踏みの音、それからまるでそこら中の鳥も飛び上がるようなどっと怒る笑い声。賢獣はびっくりしてそっちへ行ってみました。すると驚いたことは、学校帰りの子供らが50人も集まって、一列になって歩調を揃えて、その杉の木の間を行進しているのでした。全く杉の列はどこを通っても並木道のようでした。それに青い服を着たような杉の木の方も列を組んで歩いているように見えるのですから、子供らの喜び加減といったらとてもありません。みんな顔を真っ赤にし、モズのように叫んで、その杉の列の間を歩いているのでした。その杉の列には東京街道、ロシア街道、それから西洋街道というようにずんずん名前がついていきました。賢獣も喜んで杉のこっちに隠れながら口を大きく開いてハーハー笑いました。それからはもう毎日毎日子供らが集まりました。ただ子供らの来ないのは雨の日でした。その日は真っ白な柔らかな空から雨のさらさらと降る中で、源氏がただ一人体中ずぶ濡れになって林の外に立っていました。源氏さん、今日も林の立ち番だなす。美濃を着て通りかける人が笑って言いました。その杉には飛び色の実がなり、立派な緑の枝先からは透き通った冷たい雨の雫がほたりほたりと垂れました。
天獣は口を大きく開けてはあはあ息をつき、体からは雨の中に湯気を立てながら、いつまでもいつまでもそこに立っているのでした。ところがある霧の深い朝でした。天獣は茅場で平次といきなり行き合いました。平次は周りをよく見回してから、まるで狼のような嫌な顔をして怒鳴りました。賢治、貴様どもの巣に切れ。なしてな。オラの畑は日陰にならな。賢治は黙って下を向きました。平次の畑が日陰になると言ったって、杉の影が高で五寸も入ってはいなかったのです。おまけに杉はとにかく南から来る強い風を防いでいるのでした。切れ切れ切らねえが、切らねえ。賢治が顔を上げて少し怖そうに言いました。その唇は今にも泣き出しそうに引きずっていました。実にこれが賢治の一生の間のたった一つの人に対する逆らいの言葉だったのです。ところが平次は人のいい賢獣などに馬鹿にされたと思ったので、急に怒り出して肩を張ったと思うと、いきなり賢獣の頬を殴りつけました。どしりどしりと殴りつけました。賢獣は手を頬に当てながら黙って殴られていましたが、とうとう周りがみんな真っ青に見えてよろよろしてしまいました。すると平次も少し気味が悪くなったと見えて、急いで腕を組んでのしりのしりと霧の中へ歩いていってしまいました。さて賢獣はその脇チブスにかかって死にました。平次もちょうどその10日ばかり前にやっぱりその病気で死んでいました。ところがそんなことには一向構わず、林にはやはり毎日毎日子供らが集まりました。お話はずんずん急ぎます。次の年その村に鉄道が通り、賢獣の家から山頂ばかり東の方に停車場ができました。あちこちに大きな瀬戸物の工場や製糸場ができました。そこらの畑や田はずんずん潰れて家が建ちました。いつかすっかり町になってしまったのです。その中に賢獣の林だけはどういうわけかそのまま残っておりました。その杉もやっと一畳ぐらい。子供らは毎日毎日集まりました。学校がすぐ近くに立っていましたから、子供らはその林と林の南の芝原とをいよいよ自分らの運動場の続きと思ってしまいました。賢獣のお父さんももう髪が真っ白でした。真っ白のはずです。賢獣が死んでから20年近くなるではありませんか。ある日、昔のその村から出て今アメリカのある大学の教授になっている若い博士が15年ぶりで故郷に帰ってきました。どこに昔の畑や森の面影があったでしょう。町の人たちも大抵は新しく外から来た人たちでした。それでもある日、博士は小学校から頼まれて、その行動でみんなに向こうの国の話をしました。お話が済んでから、博士は校長さんたちと運動場に出て、それからあの賢獣の林の方へ行きました。すると若い博士は驚いて何遍も眼鏡を直していましたが、とうとう半分独り言のように言いました。すっかり元の通りだ。木まですっかり元の通りだ。木はかえって小さくなったようだ。みんなも遊んでいる。あの中に私や私の昔の友達がいないだろうか。博士はにわかに気がついたように笑い顔になって校長さんに言いました。ここは今は学校の運動場ですか。いいえ。
ここは向こうの家の地面なのですが、家の人たちが一向構わねで子供らの集まるままにしておくものですから、まるで学校の付属の運動場のようになってしまいましたが、実はそうではありません。それは不思議なことですね。一体どういうわけでしょう。ここが町になってからみんなで憂え憂えと申したそうですが、年寄りの方がここは拳銃のただ一つの形見だから、いくら困ってもこれをなくすることはどうしてもできないと答えるそうです。ああ、そうそう、ありましたありました。その拳銃という人は少し足りないと私らは思っていたのです。いつでもハーハー笑っている人でした。毎日ちょうどこの辺に立って私らの遊ぶのを見ていたのです。このスリもみんなその人が埋めたのだそうです。ああ、まったく誰が賢く誰が賢くないかは分かりません。ただどこまでも重力の作用は不思議です。ここはもういつまでも子供らの美しい公園地です。どうでしょう、ここに拳銃公園林と名をつけて、いつまでもこの通り保存するようにしては。これは全くお考えつきです。そうなれば子供らもどんなに幸せかは知れません。さて、みんなその通りになりました。芝生の真ん中、子供らの林の前に拳銃公園林と掘った青い観覧館の石組みが立ちました。昔のその学校の生徒、今はもう立派な検事になったり将校になったり、海の向こうに小さいながら農園を持ったりしている人たちからたくさんの手紙やお金が学校に集まってきました。拳銃のうちの人たちは本当に喜んで泣きました。まったくまったく、この公園林の杉の黒い立派な緑、爽やかな匂い、夏の涼しい影、月光色の芝生がこれから何千人の人たちに本当の幸いが何だかを教えるか数えられませんでした。そして林は拳銃のいた時の通り、雨が降っては透き通る冷たい雫を短い草にポタリポタリと落とし、お日様が輝いては新しい綺麗な空気を爽やかに吐き出すのでした。